日産、バイオレット、バイオレット、バイオレットは、日産自動車が、かつて生産販売していた小型乗用車。1973年1月に発売された、初代710型バイオレットは、下級車種のサニーと上級車種の610型ブルーバード U の中間クラスを担う新規車種として発売されたが、実際は、ブルーバードシリーズの1車種として、510型ブルーバードの 実質的な後継車種として位置づけており、その背景には、日産の商品企画や、販売政策が影響している。初代710型バイオレットが発売される前の1971年8月、ブルーバードは、現行の510型よりもクラス、価格ともに、上級の車種として、U の、サブネームを付けた610型ブルーバード U に、フルモデチェンジし発売された。 その背景には、ライバル車種である、トヨタ自動車のコロナの上級車種として発売された、コロナマーク E の存在や、高度経済成長に伴う、物価上昇や、所得倍増による、経済上勢化あった時期に企画開発された事情がある。このため、ブルーバード U は、現行のブルーバードよりもクラス、価格ともに上昇し、 従前のブルーバードユーザーが代替を躊躇する懸念があったこと、日産サイドの商品企画や販売政策もあって、現行のブルーバードは、ブルーバード U の発売以降も、幸せの1400の CM キャッチコピーで、1400cc と 1600cc の4ドアセダンとに、ドアセダンの廉価グレードだけを生産し、ブルーバード U と併売していた。この状態は、 初代710型バイオレットが発売される直前の1972年12月まで継続された。なお、初代710型バイオレットは、ブルーバードシリーズの一車種としての役目も担う一置付けから、形式番号は、歴代ブルーバードの形式番号である、310型、410型、510型、610型、かつらなる710型が与えられており、 歴代のブルーバードに710型が存在していないのはそのためである。1973年1月に新発売。ボディタイプは当初4ドアセダン、2ドアセダン、2ドアハードトップの3種類。サスペンションは前輪にはマクファーソンストラット式独立喧嘩が前車に採用され、後輪はスポーツグレードの SSS にのみ510型ブルーバードと、 同様のセミトレーリングアーム式独立喧嘩、その他の車種はリーフ式車軸喧嘩が採用された。ラリーでは510型ブルーバード譲りのスポーツグレード SSS-3S が活躍していた。510型ブルーバードが直線的でクリーンな外観だったのに対し、710型バイオレットは複雑な局面で構成されたファストバックスタイルだったため販売は低迷し、 あとに4ドアセダンは、ノッチバックスタイルへ、大幅なマイナーチェンジを行う。あとに5ドアのライトバンが追加された。タクシー使用者では、710型バイオレットの4、ドアセダン、5人乗り3足コラム、全席ベンチシート、L16 型 1600ccLPG が、510型ブルーバードの、タクシー使用者の実質的な後継者種として発売され、 上級クラスへ移行した610型ブルーバード U には、タクシー使用者が設定されていなかった。あとエンジンは、昭和50.51年ハがマス規制に絡んで、L18 型 1800ccLPG に変更されている。なお、当時右側通行であった沖縄向けに、左ハンドルのタクシー使用者もごく少数生産された。 1976年7月に810型ブルーバードにタクシー使用者が設定された後も1977年5月頃まで販売が継続されていた。1977年5月20日、モデルチェンジで A10 型が登場。ブルーバードから独立し、独自の形式名が与えられた。デビュー時のボディタイプは4度オアセダンと、 オープンバックと称する3ドアハッチバッククーペ、そして、ライトバンの3種類、海外市場向けは、ライトバンの代わりにステーションワゴンが設定。その後1980年には、姉妹車のスタンザリゾートに準じた後、ドアハッチバックセガンを追加している。サスペンションは、前輪は、先代モデルと同じマクファーソン式、ストラットコイル、後輪は、前車種4リンクコイル式リジット、 ライト版はリーグ式リジットであった。セダンは510型ブルーバードを意識したボクシーで、機能的なスタイルに戻っている。二代目バイオレット登場と同時に、スポーティ志向で若者向けのバイオレットオースター、後のオースターが、その3ヶ月後の8月にはラグジュアリー志向でミニセドリック的性格のスタンザがそれぞれ姉妹者として登場。さらに、モデルチェンジで、 下級クラスに回帰した910型ブルーバード登場後は同じ販売店で競合することとなる。また、オーストラリアではバイヤーに人気があったものの、スタイリングやドライブトレーンに関して、特にホイールマガジンによって大きく批判されていた。チェリー・カイ・イートその後継者パルサーに次ぐ日産の全輪駆動車であり、新開発の CA エンジンを搭載し、 日産の世界戦略車として位置づけられた。競合車種はトヨタカムリ、ホンダアコード、マツダカペラ、三菱、ギャラン。ボディタイプは4ドアセダンと5ドアハッチバックの2種類。ボディと一体化したウレタンバンパーが採用され、CD 値は0.38セダンで、当時としては先進的なスタイルであったものの、カラードバンパー、サイドプロテクターは上級グレードのみの装備あった。 なお、当時の日産の FF、前輪駆動技術には未熟な点があったため、エンジンの振動とトルクステアの挙動が大きい、マニュアル車のギアレシオが高すぎるなどの欠点があった。また、駆動方式と 2000cc のモデルの有無を除けば、日産店での主力車種のブルーバード、排気量は 1600cc、1800cc、2000cc と同クラス、 同排気量のバイオレットリベルタ、排気量は 1600cc、1800cc が競合したことも販売面で不利だった。A10、A11 型は日産の WRC3000 の主力マシンとなり、1979年から1982年のサファリラリーで4大会連続総合優勝を達成した。ちなみに、 1979年と1980年は2バルブヘッドエンジン搭載のクルー2マシン。1981年と1982年は4バルブヘッドエンジン搭載のグループ4マシンでの参戦。この4連覇はすべて元 FIA 評議委員長で、ケニア在住のシェカー・メッタが、日産ワークス時代にドライブしたもので、WRC 史上初の 同一ドライバーで同一イベント4連覇を記録している。日本国内ではスーパーシルエットレースに参戦するなど強烈なスポーツイメージも兼ね備えていた。PA10 型のサファリラリー歴代優勝マシンは現在メッタのマールボロカラーマシンも含めて全てが日産のザマ事業所内にあるザマ記念車庫に保管されている。バイオレットは英語でスミレの意味である。 リベルタはイタリア語で自由と独立の意味である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。